ちは、パンゾーです。今日は生地をこねすぎてしまった場合、どうするかっていうねことをちょっとお話ししたいと思いますが、こねすぎるとこうだらっとだれてしまうっていうことはね、腰がなくなってしまうっていうお話を前の動画でしたと思うんですが、じゃあどうするかっていうことですよね。ちょっともったいないのでね、なんとかして焼きたいですよね。私も焼きたいんです。もったいなくって、どうしてもね、そのまま捨てるっていうわけにはいかない気持ちがねあるので、じゃあせめて、じゃあどうするか、 100% 元に戻すっていうことがねではちょっとできないので、でもそれでもまだ大丈夫な場合もあるので、ギリギリの線でね、うまく焼けるっていうことも、100% じゃないにしてもありますので、そういう場合どういうふうにしていくかっていうねことをちょっとお話ししたいと思うんですけど、まずこねすぎてるっていうのはどういう状態かっていうと、グルテンが破壊されてるっていうねことになるわけですね。このダラッとした状態も成形してもうまくこうまとまらないっていうかね、ダラッとだれてしまって弾力がなくなってしまっている状態なので、グルテンが破壊されて、ちょっと、ね、広がった感じですね、伸びてる感じっていうかな、緩んでる感じになってしまうんですね。でそういう場合はもう成形は諦めていただいて丸いパンにねしていただく。で、まずこうグルテンが、ね、破壊されているので立ち上がってこないんですね。なので二次発酵、丸くね成形していただくんですが、その時に、ちょっとねきつめにこう丸めていただく、表面を張らせる感じで、きつめにこうまとめていただいて、そして二次発酵はあまりなんていうんですかね、あまりこう時間を置かないで、でやっていただく方がいつもよりもね8割ぐらいでいいでしょうかね、6割から8割ぐらいで、発酵させていただいて、そして、焼いていく。ちょっとあまり膨らみはもう期待しないで、とにかくね食べられるパンにしてね、もったいないのでしていくために、やっていただけたら、もう最大限の努力としてやっていただけたらいいかなと思います。もうね本当に残念で、とにかくやらないっていうね、こねすぎないっていうことがね一番大切なので、生地を見守ってあげるっていうことをしていただけたらいいなって思ってます。はい、今日はこねすぎたら、最大限の努力をしようというお話でした。それでは。